僕の力が何者かに吸い取られていくようだ。どういうこと？しっかりして、私守るよ。ありがとう、美しき乙女。やっと会えた乙女よ、美しき夢を持つ乙女よ、月の光に守られたプリンセスにして戦士。探してた君のこと、会えることを信じていたけれど、会うまでは微かな不安が霧のように翼にまとわりついて。乙女ってあたしなの？本当なの？嬉しすぎて怖い、見たこともないほど綺麗な瞳だけど、懐かしい気がするのは探したと思ってんの？ごめん。みんなも心配して待ってんのよ。ごめん。さあちびんさん、みんなのところへ案内して。は？あんたもしかして？ピンポーン。あんたも迷ったの？はい。どうしよう、ちびんさん。まぬけ。まぬけとは何よ。元はといえばあんたが最初に迷うからでしょ。じゃあどうするのよ、この状況。大丈夫よ、帰れるわよ。お腹すいた、ミイラになっちゃう。お菓子食べる？持ってるの？当たり前じゃない、お菓子ならいつもポケットに。どうしたの？穴開いてた。たくも迷子のお知らせをします。森の中でかわいい乙女とブースのバーバーが迷子になってます。美しい女性と憎ったらしいガキが迷子になってます。保護者の方は至急ここまで来てください。あんたが保護者でしょ。マモちゃん、本当に頼りにならないんだから。こっちはそれどころじゃないっていうのに。え、
チビウサ、ママちゃん心配したぞ。チビウサ探しに行っても帰ってこないんだから。ダーク、そういうのをね、ミイラ取りがミイラになってミイラが上手にミイラの絵を描いたっていうのよ。はあ、違った。よくここ分かったね、うん、お菓子のおかげ。そうそう、ウサギちゃんすごいね。私たちに道を分からせるためにわざとお菓子を落としていくなんて。しかも名前入りなもんな。あんたいつからそんなに賢くなったのよ。え、いいや、常識はそのくらい、やるときはやりますよ。あたしだって。ウサ、はい、すごい。お前はやらい、お前って素晴らしい。ウサはな、お腹が空いてたんだよ。許してやってくれな。マモちゃん、あ、そういえばさっき変なの見た。変なの？なにこの動物。こいつなんだ。あ、誰かに似てる。失礼ね。おいで、ウサギちゃんのような、そいつらはサーカスから逃げ出したウサギサル。サーカス？あら、
一匹多いわ。そう、サルウサギじゃありません、ウサギザル。君たちは誰なんだ。申し遅れました。僕たちは神秘のアマゾンからやってきた大サーカス団、デッドムーンサーカスの僕。あたしタイガースアイ。僕ホークスアイ。フィッシュアイよ。3人揃えばアマゾン通りおよ、フラフラフルでしょ、このかっこよさ。技ありゲイあり、ナイスなバディよ、サーカス団のスタートリオよ。また迷子になってしまいますよ。すいません。お前たち、皆さんを町までお見送りしろ。約束よ。当たり前よ。この3人の魅力があればこんなの一からよ。いらっしゃいませ。僕ゾウリムシパフェ。ゾウリムシ、気持ち悪いわね。僕ミミズのシェイク。ミミズ、私カバの絞りたてジュース 100% ね。かしこまりました。だけどあんなカボチャ軍団の中に本当に美しい夢を持った人間がいるのかしら。ジルコニア様が必ずいるって言っているんだから間違いないんじゃないですか。それもそうよね。ジルコニア様が言ってるんですもんね。そうね。だけど僕のタイプ一人もいない。あら、この写真、この中には私のタイプも一人もいないのよ。私はピチピチでプリンプリンの若い子が好みだけど、こんなカボチャ軍団じゃねえ。ピチピチだったらここにいっぱいいるじゃない。あら、どこに。あら、ガキンチョと、あ、おばさま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 ばっかりじゃない。お待たせいたしました。あ、来たわ。あら、サンキュー、美味しそう。はい、いただきます。目の覚めるような美味しさ。おはよう。あ、おはよう。ねえ、僕、この子もらっていいかな。あら、そんないい子いたかしら。男ですよ。僕たち3人とも男の子よね。この守るって人、僕タイプだな。あんたやっぱりオカマだったのね。そうじゃないけど。じゃあ
踏んでごらんなさい。あら、私たちは女好きの男だもん ね。男は無事。マモルさん、あのね、あなたたちだって他人から見たらおかまにしか見えないんだからね。失礼ね。この人はそう見えたって僕は男ですよ。そうよ、この人。この人っていうのはもしかして私のことかしら。おい、そこの鳥頭、あ、口からミミズが出てるわよ。うっそ、ぴょーん。何よ、悪趣味トラパンツのくせに。あら、私の趣味に文句があんのかしら。僕のために喧嘩はやめて。はぁ、よし。あんた何わけわかんないこと言ってんのよ、魚の目ちゃん。ちょっと、どうでもいいけどね、その魚の目っていうのやめてくれない。どうでもいいんだったら何でもいいんじゃないのね。え、魚の目ちゃん、魚の目って言わないでよ。あら、どうして。だってしょうがないじゃない。あたしタイガースアイ、トラの目。僕ホークスアイ、タカの目。そしてあなたはフィッシュアイ、魚の目。魚の目、魚の目、魚の目じゃカッコつかないわね。うるさいわね。あのね、僕はただあの男の子なら美しい夢を見そうな気がしただけです。どうせ私たちは美しい夢なんて持ってませんよ。そうよ、私たち美しいボディなら持ってるけどねえ。ほら、ピッチピッチ、ムキムキ。あ、ムキムキは余計でしょ。あんたどうして持ってないんだろう。え、ムキムキ。そうじゃなくて、ムキ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 。あんな言い方することないじゃないね。寝ちゃいましょう。だからどうして。寝るな。あ、ちょっ。だからどうして僕たちは夢を持ってないんだろう。え、美しい夢どころか僕たちは普通の夢だって見たことがない。夢を見たことがない。どうして僕たちだけ夢がない。夢、夢、夢。生意気を言うな、ジルコニア様。世界は広い、そして人間は空にあまたの星あるごとく、この地球に人間どもがひしめいておる。生まれし時には誰もが美しき夢とともにありしが、やがて時に長さ見失い、いつの間にやら夢なき希望なきうつろな心を持て余すという。だからして皆の美しき夢の持ち主は少ない。見つかる、必ず見つかる。諦めるでない、我らの黒い夢。ペガサスを我らに、ペガサスを我らに。光の王国支配をするわ、ジルコニア、ジルコニア。あのペガサスを操れるもの、ジルコニア、ジルコニア。光のまばゆさに比べたら闇や影などあやふやなもの、ジルコニア、ジルコニア。光の後ろついて回るだけ、我ら闇の王国。光にとって変わる時が近い。美しき夢持つ心。
まだペガサスの力は弱まらん。何をしておるジルコ。痛いか苦しいか喜ぶかい。今お前の体の中に暗黒のエナジーを注入しておる。ペガサスが誰の夢の中に隠れようと、お前の力でペガサスのエナジーを吸い取り続けるのじゃ。痛い。お前の使命。いえ、お前の使命。私の使命は美しき夢を見る者を破壊すること、美しき夢を持つ者を憎むこと。この世から全ての美しい夢を消し去るブラックホール、お前の心の中に作り出す。やれ。
前たち復活したのか。一刻も早くあの少女、このままではあの少女は危険な存在に。待って、あの子はサーカス団に利用されてるだけかもしれないわ。記憶を消されて。フルート、情けは無用だ。私たち3人がこうして夢の世界で出会ったということは、あの少女がセーラーサタン。同じ危険な存在を感じるんだ。そう、まるで彼女の鏡から抜け出してきたような。プリーズ、3人とも私がいいというまで何もするな。しかし、よく守ってくれた。礼を言う。
呼ばれた人だけ一歩前に。ゼッケン1番。はい、やったー。後ろの5人だけ合格です。びっくりした、よかったわね。私だけ不合格。お願いです、ウサギちゃんも合格させてあげてください。本当にやりたいのは彼女だけなんです。私たちはただの付き添いなんです。付き添いの方が合格してしまうことはよくあるケース。仕方がない、練習生として採用しよう。やったー、ありがとうございます。やったねー。うさ、何これ、衣装、なんかの衣装か。すごいな、入ったばかりだ。ウサギにだけ、私のは、私のは、みなこちゃんはいいの。なんか違う。何これ、お掃除やりながら修行しろって。これにてオーディションは終了。合格者は契約書にサインをするように。さあこちらよ。さあ順番にね。なんかこうなる予感してたのよね。私じゃないわよ。お掃除やってやろうじゃない。お掃除やるなら徹底的にやろうじゃない。隅っこからくたピカピカに磨き上げて、どれがまあうちの伝統ですか。やつらをびっくりさせてやる。お掃除やるならダンスしながらやろうじゃない。モップのステッキ抱いて踊って気分出せば、これがまあ素敵なパートナーで、だんだんその気になってきた。 Hey! この子はいじめていいことになってんだから、それが訓練なの。いいわよ、やって。寄ってたかって女の子一人いじめるなんて、あんたたち恥ずかしくないの？ほっといて。え、私のことはほっといてください。ほら、こいつもそう言ってんだから。
どぎな。さあ早くトイレの掃除。100人分の食事の用意。お風呂沸かして。6人分のお洗濯。それが終わるまでお前の食事はなーし。象の餌でも食ってろ。なんだその目は。ジルコニア様に代わってお仕置きだ。試食されるのはあんたたちよ。やってみろよ。やるわよ。やってみろよ。やるわ。ほら、おしりなさい。ほら、しなさいよ。お、反省しなさいよ。なんだかあいつら。大丈夫？いいんです。いいわけないでしょ。あんなこと言われて黙ってることないわよ。はじめまして、私月のうさぎ。名前は？何も覚えてないの。よし、今日から私たちお友達だ。ねえ、それ何なの？これだけ持ってたの。ちょっと待って、明日も会おうね、この時間ここで。あ、ちょっと待って、あのもう一つだけ、あの私どうやって降りたらいいんだろう。記憶喪失だから分かんない。え、はあ、なるほどね。君のことだよ。え、その照れた顔がまた一段と可愛らしいな。ちょっと歩こうか。こんな夜中に。大丈夫、何も出はしないよ。もし出たとしてもキッパン、僕が必ず君を守ってあげる。さあ、なんだ流れ星か。きっつぁん、怪しすぎない？あいつ、素敵よ。いつもモテるのはアミちゃんだけ。くっそん、誰かいるのか。に
猫さんたちが僕たちに焼き餅を焼いているよ。その姿、君は女神、森の精、玉乗りの天使。その目の美しさに勝るものなど何もない。そう、水晶も泥だ。その唇、その唇は口づけし合うさくらんぼだ。さあこっちを向いて、こっちを向いて、こっち、ここ、あのね、人が口説いてる時に本読まないでくれる？あ、ごめんなさい。あとここまで読ませて。おお、調子狂うわね。あ、何読んでるの？医学書。医学書。お医者さんになるのが夢なの。へえ、君の夢か。ええ。もっと見てみたいな。え？君の夢。ワン。なんだ？あんたたち見てたの？アミちゃんに何するつもり？どうも私は最初から怪しいと思っていたのよ。よく言うよ。ちょうどいいわ。ついでにあんたたちの夢も覗かせてもらうわ。みんな逃げて。アミちゃん、ブサキちゃんに変身するよ。なんだこいつら、動けない。バカな子たちね。さて、お嬢ちゃんたちの夢を覗かせてもらおうかしら。ワンとツーはもうやったわね。ではスリー。なるほど、美しい夢。でもペガサスはいない。そっちは？くっそ、必ずいると思ったのに。悪いけど、あんたたちには死んでもらうわ。美しい夢を持つ者は全てこの世から抹殺しておかなければ、いつペガサスが入り込んじゃうかもしれないものね。私の可愛いレベレスちゃん、やっておしまい。まあ、どうしよう。どうじゃ。この人たち、感じる強いエネルギー。ほう、まだ殺すには惜しい。利用価値がありそうじゃ。やれ、早く押し。そうだ、その目じゃ。憎いか。憎め、すべての人間を憎む。それがお前の使命。やれ。これでお前さん方の美しい夢は消えうせた。これからはペガサスを生け捕るため我々の手助けをするのじゃ。よいな。人間どもの夢を吸い取れ。美しい夢などない。黒い夢をまき散らす。ウサ、何？これがもし消えたらどうする？何言い出すの突然。マモちゃんが消えたら星も消え、月も消え、私の夢も何もかもが消えてしまう。俺たちの夢はそんなに脆いものなのか？マモちゃん、永遠だろ。俺たちの愛は、俺が消えたら多分熱い風になる。終わりなどないはずよ。時間で追
られて永遠の愛に変わる。なぜ、なぜ、なぜ。美しい夢つぶせて我らの黒い夢だけばらまき、黒い夢まき散らせ、白い月を蹴飛ばして、偉大な闇の女王に変わる。白い月を蹴飛ばして、その時は近い、遥か宇宙の海の果てで、いつもこの地球見守っている悪しき野望が近づいた今、再び我ら戦いに挑むべし。ペガスを傷つけるのはやめて、お願い。私には友達もいない。美しい夢など見たこともない。Ladies and gentlemen, let me present now our great Usagi Rabbit Show. It's showtime! Thank you.
本日は我がデッドムーンサーカスへようこそいらっしゃいました。温かい拍手どうもありがとう。胸ドキドキワクワクのショータイム、皆さんいかがでした？美しい夢のひととき楽しんでいただけましたか？どうだった？怖くないのよ。ああ何も喋ってくれなかったけど、お人形さんじゃないわよね。あらあら、そんな風にみんな笑ってるけど、今のショータイムを見ている間に私のかわいいかわいいレムレスちゃんがあんたたちの頭の中に入り込み、美しい夢すべてを悪夢に変える。静かにすると頭の中でレムレスちゃんたちの声が聞こえるんじゃないかしら。ピエロちゃん、出入り口を塞いで一匹も逃がすんじゃないわよ。でもね、そんなに怖がることないのよ。だって今日からみんな私たちの仲間になるんですもの。明日からはアマゾントリオと一緒に世界中に悪夢をばらまきに行きましょうよ。もう楽しいわよ、うん、ピエロちゃん、さあ次のお客さんもたくさん集めてくんのよ。さあ行ってらっしゃい、うん、みんなも楽しみにしててね。これから私たちがどんどん仲間を増やすから、もう仲間は多い方が楽しいもんね。あのカボチャ軍団のうち4戦士はすでに私たちの仲間よ。残るはあと1匹、空中ブランコを夢見るおバカさん。ナモちゃん。今度はあんたの番よ、ダンゴ頭。苦しみなさい。ナモちゃん。ナモちゃん。あれ。なんだ、夢が怖かった。何ブツブツ言ってんの？みんな、お掃除終わった？うん、一応。まだここに落ちてるじゃない。あ、本当だ。まこちゃん、まこちゃん、なれなれしく呼ばないでよ。どうしたのみんな、なんか変だよ。早く仕事済ませなさいよ。のろのろしてるとまもるさん誰かに取られちゃうよ。まもちゃんがどういうこと？知らない。行こう。こっちこっち。おい、なんだよ。ねえ、あの子、あなたの恋人？あの子？ほら、あのウサギとかいうお調子者。うん、俺の恋人でもあり妻でもある。え、結婚してるの？ああ、遥か未来でね。ふーん、ねえ、あんな子のどこがいいの？教えて。そうだな、夢をいっぱい持ってるってとこかな。夢？どうしたんだ？ねえ、もしあなたたちを狙っている悪い奴らがいるとして、それを私が助けてあげたら恋人になってくれる？真似でいいの。恋人ごっこ。恋人ごっこか。そういうのって夢がないと思わないか？また夢なのね。わかったわ。いいわね、あなたたちには夢がいっぱいあって。覗かせてもらうよ、君の夢。にゃー、うざ。僕猫ダメなのよ。にゃー、にゃー、にゃー、にゃー。うざ。マモちゃん何あれ？猫みたい。でもそうは見えないよ。にゃー、にゃー。あたし。え？ちびさ、愛と正義のセーラーポリマキスでした。あんたこんなとこで何やってんのよ。だってペガサスが。ちびうさ、あのペガサスは一体何者なんだ？わからない。だけど私にとって大切な、お願い守ってあげて。わかった、マモちゃん。
さっきはありがとう。なんだ、聞いてたのか。私も聞いてたよ。よっ、グリアニ。何言ってんのよ。バーカ。あ、どうしたの、ももちゃん。ウサ、これからは油断するな。デッドムーンサーカス、新たな敵が現れたようだ。あの子だ。夢の中に出てきた。あの子が一番好きなんだ。誰？よっ。あ、待てよ。いい加減にしなさいよ。そうしてもしてろ。うるせえ、テルだ。うるせえ、しなさい。覚えとろよ。アミちゃん、さあ立ちなさい。本当にグズなんだから早く仕事しないと言いつけるわよ。アミちゃん、やめて。邪魔しないで。ウサギには関係ないのよ。どうしたの、アミちゃん。いつもの優しいアミちゃんはどこに行っちゃったの。どうもしないわ。これが本当の私よ。私たちを思い出して。
ウサギちゃん、ウサギ何やってたんだろう。私たちよかった、みんなが元に戻ってくれて。元にって何言ってんのよ。私は元から美しいわよ。この子思い出した、さっき私たちを。待って、あの子は悪い子じゃない、信じてあげて。いつまでたっても甘ったれたお姫様だな。プリンセス、信じるだけでは何の解決にもなりませんわ。あの皆既日食の日、時空の扉が開かれて侵入してきたデッドムーン、奴らはその少女の中に夢のブラックホールを作り出す気なんです。夢のブラックホール。我らもその邪悪なエナジーを感じて復活した。その少女、私たちが滅ぼしますわ。ダメ、そんなこと許さない。やめろ、前にも言ったはずだ。しかし、やめて。大丈夫です、深い眠りにつかせただけ。テラサス、美しき乙女、言いたいことは分かってる。約束したはず、いつでも僕は君の力になるって。あの子を救ってあげて。僕がこの子の夢の中に入ろう。美しい夢を取り戻せば多分この子の記憶も戻るでしょう。ペガサス、私も行くわ、一緒に連れてって。ちいさ、俺も行く。ペガサス、俺も連れて行け。危険です、ブラックホールの中に飛び込んで行くなんて死ぬ気なんですか。いっそ眠ってる間に。みんな信じよう、ペガサスを。さあ二人とも早く。チビエサちゃん気をつけて。うん。
やれ。悪しき夢持つ侵入者は私たち月の戦士が許さない。そうか、お前たち白い月の戦士か。レディーズ&ジェントルメン、今宵デッドムーンサーカス団がお送りするメインイベント、最後までごゆっくりご覧いただこう。イッツショータイム。誰から行く？私の華麗なる無知症からかしら？それとも私の火だるま症？僕の玉乗りで押しつぶそうか。同大切なのマジックショーなどいかがでしょうか。はっはっはっ。そこまでよ。こっちよ。お前たちみんな行くよ。下がってなさい。遊びはこれまでだ。さて、フィナーレ。どうだ？エレアム、あんたたちにあの少女は渡せない。あんな子を守って何の得になるっていうの？あの子に美しい夢を。また夢なの？夢、なんなのよそれ。人間なら誰の美しい夢を持ってるわ。レベス、やれ。みんな、セアプラネット、アタック。プルート、セーラムーン、少女の姿が。残念じゃが、もう手遅れ。我々は今からこいつの夢の中に入り込む。ペガサスはわしらのものじゃ。そうこの子の夢の中まで追っかけてこれる？まあその前に猛獣たちの餌になってると思うけど。バーイ。セーラームーン、あの子の夢の中、夢の中なんてどうやって入るのよ。ペガサスがいなきゃ無理だわ。猛獣たちが、さあみんなであの子と同じ夢を見るのよ。そんなことできるわ。私たちの心が一つになればやろう。信じよう、私たちの力を。あの子と同じ夢どうか見れますように。これがあいつの夢の中。今まで数多くの夢を覗いてきたけど、こんなの見たこともない。僕たちの夢もこんななのかしら。素晴らしい。これこそ我々にぴったりの暗黒の世界じゃ。早く現実の世界もこのように真っ暗な闇にしたいものじゃ。あ、しかし
まさか白い月の王国の者がこの世界に転生していたと。ペガサスを探せ。どうせその辺で力尽きて倒れているに違いない。誰だそこにいるのは。誰もいませんよ。なんじゃこのチビは。失礼ね。そいつで血が来てバーバーじゃ。何を笑っておる。捕まえろ。やれ。あ、サルウサギ。あ、サルウサギじゃないわよ。ウサギザル。幼き少女の可憐な夢を闇の世界に変えてしまった輩は貴様たち。なんだこのキザな奴は。お前に言われたくない。何？星の使命を背負う乙女の日よき夢に捧ぐ真っ赤なバラ。
それで光と影の戦いも全てが終わる。やれ我が分身よ、この者たちの光のエネルギーを全て吸い取るのだ。やめて、あなたは悪い子じゃない。無駄だ。思い出して、あなたは綺麗な心の持ち主よ。何を言っても今のこの子にお前の声は届かん。やれ俺の姿をよく見ろネヘルニア、はっきりとその姿を見せるがいい。何、思い出せ、光と影ならセレニティと姿形は同じはず。光なすお前たち、幾億の闇に閉ざされた我ら暗黒の苦しみがわかる。セーラームーンをよく見ろ私の壁ネヘルニア、俺たちは同じ星の住人だ。月に二人の女王を選び、やれ光だ。ネヘレニア、お前はなんて悲しい存在なんだ。この暗黒のエナジーはお前の悲しみだ。ならばその悲しみ全て俺が受けよう。クリス、来るな。みんなは自分の夢を守る。俺はウサ、俺の夢を守る。守っちゃう。よかったな、これで君ももう普通の少女だ。ウサ、マモちゃん、いやー、何が自分の夢を守れよ。私の夢、ウサ、俺、お前を守れたかな。バカ、私を守ったって、私を守ったってこんなことになっちゃったらどうしようもないじゃない。俺たちは永遠だ、たとえどうなっても。やだ、マモちゃんがずっと一緒いなきゃやだ。ウサ、お前が守らなきゃならない人はまだまだたくさんいるんだ。ずっといるさ、熱い風になってお前のそば。ママちゃん、ウサ、みんなありがとう。今までありがとう。何言ってるの。でも今度出会う時は普通の守るとウサギでいたいな。普通の幸せな二人で、それが俺の夢だった。
じゃない、いつも一緒にいてくれるって言ったじゃない。ずるいよずるいよ、私の夢がなくなっちゃった。うさぎちゃん、こいつももう用なしか。なぜ僕たちには涙がないのですか。なぜ僕たちには夢がないのですか。人間なら誰でも夢を見るんじゃないのですか。教えてください。獣の分際で私に触るな。獣、私たちは獣、使い捨てのな。シルコニア様、ウーを心得ろ。獣の分際が。やめなさい。この人たちはきっと守さんから夢を教わったんです。マモルさんの優しさをこの人たちは分かってくれた。人の優しさ、悲しさが理解できればこの人たちは人間です。ならばこいつらの正体見せてやろう。やめなさい。全ての人間を、全ての生き物を私は守る。それが、それが私の使命です。何をしておる。今のままの姿でいたかったら今すぐにこいつらを消せ。よいか、ペガサスのパワーさえ手に入れば一生人間の姿でいられるぞ。ダメ、私たちは命あるもの全てを守るための戦士です。それが私たちの夢。ちゃんがくれた私たちの夢です。さてどうしようかしら。何おせんちちゃんになっちゃって。羨ましいですね、君たちはいっぱいの夢を持っていて。それに夢を語れる仲間もいたりして。じゃあ私たちも見せてもらおうかしら。夢、夢、夢。ジルコニア様、お世話になりました。何のつもりだ。それほど獣の姿に戻されたいか。獣はあなたです、ジルコニア様。形ではありません、問題は心です。おのれ、分かっておる。裏切り者は許さん。出てこい、最強のレムレスよ。あんたたち邪魔よ、解いてなさい。
許さない。あんたは悪魔だ。やれ、みんな。どんなことがあってもこの子だけは守るよ。少女が、まさか。やはり、見て、何か言おうとしてるわ。私はサタンかい。私は普通の少女よ。私は そうよ、ただの夢見る少女よ。おのれ、出てこい、ペガサス。さもないとこいつらを一人残らず闇に葬るぞ。よく来たペガサス。その額の角、ゴールデンクリスタルは我々がいただく。邪悪なお前たちにこの聖なる封印は解けはしない。くらえ。さあ、今こそみんなの新しい力でこの星を悪夢から救うんだ。新しい力、ムーンクライシスメイクアップ。スーパーセーラームーン、スーパーチビムーン。お前たちまだ歯向かうか。みんな、いいだろう。ここがお前たちのラストステージだ。レブレス、行くよ。Thank you.
んごめんね。あの3人も守ってあげられなかった。それは違うよ、ペガサス。熱い風、ペガサス。ここはエルシオンの森。セーラームーン、あの3人は今魂となってこの森に住んでいる。今頃きっと美しい夢を見ているに違いない。夢を持った魂は救われる。よかった、ありがとうペガサス。俺もそうだよ。マモちゃん、キングエンディミオン様。俺はエンディミオンになった。そしてセレニティのところへ行く。悲しむことはない。俺たちは永遠だ。過去と未来はすぐにつながる。セレニティ。夜はいくつの恋を作るの。眠りつけない気まぐれ天使。星たちがくれた
Ladies and gentlemen, 超人気ヒーロー